片山正夫は日本の物理科学者、東北帝国大学理科大学教授、海西中学校校長、岡山県筑後郡茶屋町に生まれる。一校経て、1900年東京帝国大学理科大学科学科を卒業、1902年東京高等工業、学校電気科学科教授となる。1905年秋から1909年始めにかけて、 スイスとドイツに留学。中立飛行科大学のリハルトローレンツのもとで、電気化学を研究し、化逆電池の起電力が、ギブスの自由エネルギーであることを明らかにした。ついでベルリン大学の W ・ネルンストのもとで、ボーデンシュタインと共にに酸化窒素及び、硫酸の海離平衡を研究した。1911年、東北帝国大学理科大学創立と共に教授と、 なり、物理科学講座を担当した。1915年、液体の表面張力と温度との関係式を発表した。1915年、物理科学教科書、科学本論を出版。原子論の立場に徹底する一方、熱力学を有効に取り入れた教科書であった。10編35章からなる1000ページを超える名著であり、最終的には、 第10版まで版が重ねられた。この科学本論には宮沢賢治が並々ならぬ興味、愛着を持っていたことが賢治の弟である宮沢清六の著書、兄のトランクに記されている。1919年、桜井上二の後任として東京帝国大学に転任した。1920年代後半に量子科学が生まれるといち早くそれを紹介し、 水島十一郎をはじめ、多数の物理科学者を養成して1938年に定年退官した。岡山県南部医業地域におけるイムシロ業者の資金調達上コ久子岡山大学大学院文化科学研究科企業第15、2000年11月、鈴木智ことバンク校長、東京改正中学校講師資料、東京改正中学、 1936年 AB 片山正を人事更新録14版した。ありがとうございます。